今日の字はふです。左払いは直線的な左払いです。ここの部分は軽く跳ね上げて、最後は次の字に向かって払っていきましょう。この字はなんとなくマイナスのイメージがあります。不明瞭、不合格、不可能、不愉快に不届き者、なんか言ってるだけで暗くなりそうですね。あった、元気になりそうなもの。不戦勝、やったー。